皆さんこんにちは、めったです。ここは、JR 秋田駅のね、ホーム、ね、のところにいます。で電車で、まあね、今日秋田市秋田駅まで来まして、まあ、この後に生ハゲとか、ね、撮影スポットがいくつかあります。結構綺麗になりましたね、この秋田駅のこの、ね、通路も非常に、ね、このデザインが、ね、すごい一体化がされてて、この中はね本当に、まあ、すごく歩きたくなる空間っていう感じですね。あちらにはスタバもありますね。そしてここが、はい、自動スロープですね。で今日はね秋田に来た理由としては、まあ、秋田県引っ越したので、ね、運転免許センターに行ってね、免許証の、ね、住所変更の手続きをちょっとしなきゃ、いけないんですけども、まあ、そのついでにね、まあ、ちょっと、まあ、いろいろブラブラしようかなと言いつつも、一応予定はね一つまあまあね、バスケファンなのでということで、まあ、お察しはつくと思いますけど、まあ、そこに行こうかなと思います。もうチケット確保してますね。向こうはね、テレビ局 ABS 秋田放送でしたね。はい、で、反対側を見るとトピコっていうのはね、まあ、まあ、やるショッピングデパートみたいなところですね。なんかまあいろいろあとね、下にはもうバスターミナルが、これもねすごくね、まあ後でねバス使いますけど、本当綺麗なとこですね。はい、こちら側が東口 の、ね、まあ、景色ですけども、ほぼほぼ、まあね、奥はねもうまあ、山々なんで、住宅街がほとんどな感じの、あんな高い建物はそこまで多くはありません。これさっき通りかかったこれ下にこれありまして、つまりこれを押すと、怠け者は意味が、またよく来てきたな。英語が気になる。おっと、遅れる遅れる。行こう行こう行こう。やっぱりちょっと人がね、さすがに多いからちょっとカメラ持って歩くのちょっと恥ずかしいな、はい、ということで、まあ、今日はこんな格好をしてます。寒いんですよね、風が。最高気温、今日秋田市は10何度だったか、15度くらいだったと思うけど、最低が3度くらいだったんで、まだまだね、朝晩の、ね、寒暖差がちょっと激しいですということで、ここが、ね、バスターミナル、これもよく見るとちゃんと木造なんですよね、ほぼほぼ、秋田といえば秋田杉ですけど、
確かね、そうふんだんに使っていた、とは思います。さて、運転免許センターをね目指します。この川尻割山線ですね、うん、あの運転免許センター通るのは。来たんで早速乗っていきましょう。免許センター行き、免許センター。まあ私はバスで来たんですけど、大体は車で来る人がほとんどだと思うんで、ね、中どれくらい混んでるかがちょっと、心配ですけど、ね、まあ、ちゃっちゃと手続き進めてきます。はい、ね、ちょうど免許書き換えが終わって、ちょうどバスが来ました。よし、乗ります。手前、ね、通り町って降りましたけど、ここから歩くとね、すぐ千秋公園がありますので、ね、ちょっと時間あんまないですけど、ね、1時間くらいですね。今12時16分で、おー、綺麗だな。それで千秋公園からね、次ね、B リーグ、ね、ハピエツをね、見るんですけど、それが14時試合開始で、ちょうど良さそうなのが3時6分発だったかな。13時8分発で、13時29分、ね、シルス大会前、CNA アリーナに着く。バスがあったので、まあ、めっちゃちょうどいい感じですね。おー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 、もう入り口あたりからもうめっちゃいい感じじゃないですか、ね、さっきあっちからこう、ね、あの人がたくさん流れていくのを、ね、見ましたバスから見ましたけど、いやもうすでにここだけですごいんだけどね、この先ね、選手公園自体めちゃくちゃ、ね、広いところで、まあ、私も全然、ね、ここにはそんなに足を運んだりしなかったんですけど、ね、あんまり詳しくなくて、ね、でしかも時間もあんまりないんで、ね、サクッとね、ちょっと試合前はね、歩くだけになりますけど、人も多いですね。まあ、ちょっと人混み避けながらね、進んでいきます。シート敷きとかはね、禁止されております。
らです。久々に見た。まあね、ちょっとさっきも警察の人がね、まあ、だいぶ目を光らせてますけど、ね、まあ、いやーこれはいい。いやこれ歩くだけでも十分もう楽しいわ、うん、まあぼっちですけどね。これずっとあの屋台めがけてみんな並んでんのかい。あんまりキョキョしてるとね、ほんと田舎者と思われるので適当にカメラ回します。わお、結構この噴、こういうタイプの噴水はなかなか見ないんだ。おお、結構だから歩く場所とかはね、ちょっと狭い感じですね。この中にね、いろんな、まあ桜だけじゃなくて、松だったり、なんかいろんな、コントラストがね、なんか素晴らしいというか、さて、ね、まあ、今日一眼持ってるから、ね、映えスポットというか、ね、近くで撮れるところを探してね、ちょっと限られた時間でしっかりね、撮りたいと思います。ああ、もうこの辺、この辺撮りましょう。いやどうかな、七分咲きくらいかな、まだね今週半ばにね、開花の発表とかのタイミングで祭りも始まったんですけど、つうかやばい、バスの出発前あと10分切ってた。急いでちょっと戻ります。続きはね、夜です。よいしょ、手前まで来たけどバスがもう、あそこにいる。あー、通り過ぎてしもうた。市立体館方面はちょっと、そんなに頻繁に出てるわけじゃないから。あー、これでちょっとギリギリになっちゃうな。臨海十字路かな。あ、よかった、臨海十字路や。よし、行こう。あー、間に合った。釣り吉三平がもうバス乗ってます。
すいません、あれ、ね、正確にはあの市立体育館には行かない、ね、市立体育館はここから、ね、この先臨海十字路のね、交差点なんですけど、はい、そうですね、やっぱ右行かないですね、はい、ちなみに県立体育館は、ね、このあっちの、あの三角っぽいね、あの屋根してる体育館、ね、かつてはね、県立体育館の方で、ね、あの試合ハピネスよくやってたんですけど、ね、B リーグになってからはよりねキャパの、ね、大きいね、まあさらにね特徴的な屋根をしている命名権について CNA アリーナ秋田となってますけど、そちらに、まあ、メイン会場になってます。まあ、あのここから、ね、県立体育館から市立体育館もそんなに離れてるわけじゃないので、歩いて、まあ、10分15分くらいですかね。まだ時間はあの、ね、余裕あるので、まあ、ゆっくり行きましょう。いやいい風だ。今アリーナの近くまで来ましたけど、こっちも結構やばい、めちゃくちゃいい、ね、スポット、散策路みたいですねこれ、はい、到着。結局20分前くらいになっちゃったけど、いつ見てもすごい建物がじゃあね、あっちの方から入っていきましょう。この石造りがまたどんと独特で、来るたびもう3度見くらいしてしまうんですけど、はい、よし、じゃあ行くぞ。時間ないですけど、どれかね、パッと買いましょう。後押しをお願いします。さあ、応援シートを掲げてください。でこれね、帰りのバス、ね、人がたくさん来るのでまあ利用せずに歩いて帰るっていうか、ね、途中までちょっと乗っていこうかなって感じです。秋田駅に戻ってまいりました。また千秋公園に、ね、行く予定ではありましたけど、ちょっと疲れたんで
ね、ちょっと人混みので、ね、日陰もちょっとない、の先週今よりも、ね、秋田駅の方でちょっと、ね、落ち着いた方がいいと思って、はい、こちらね3階にあるトピコ3階にある、ね、ちょダイニングでもう夜兼用でもうなんか食べようかなと思ってますけど、佐藤陽介か、あいいっすね、2味ね、2玉はちょっと、うん、食べるとあれかなと思うんで、1玉にしてちょっと軽く食べますか、うん、さっき軽めで抑えるとか言ったな、あれは嘘だ、一応台の180のね天聖露醤油であります。よし、いただきます。機械の音ですね、屋台の、はい、そんなに急ではないね、この階段ですけど段数が結構多い、まあそんだけ高い位置にあるんですけど、おお。おー、良さげ。昼間はここまで来なかったですからね。あ、まさにね、あの盛岡の盛岡城跡公園の雰囲気に似てる。おお、いいね。いいね、いいね。あー、ここは映えるとこだ。みんなスマホで写真撮ってますね。一眼じゃちょっとここ撮れない、まだ自分の力では撮れねえからね、スマホでは撮っときましょう。で今発見したんですけど、これ上に視線を上げると、おお、桜が天井だ。うひょう。いや、これはいい。すげえ。万華鏡だな、こりゃ。あ、まるで。いやー、これは来てよかった。何回か一眼で、ね、ここも撮ってみましたけど、やはり真っ暗だとか、うん、まあ、ちょっと難しかったです。見えるぞ見えるぞ。本当に今コロナなんですかね。みんなマスクしてるだけで何も変わってねえように感じるけど。いやー、これはいい、ね、でもこの看板はね生きてますからね、うん、これでもねやっぱおとなしい方なんだろうな、コロナ前よりも。はい、ということで、ね、そろそろ帰る時間になりましたけどね、ここの門がくぐって帰りましょうか。
うん、俺は結構あの俺は反対側から来ちゃったんだな、こうしてみると、うん、ここはもともとね、あのちゃんと城だったところで久保田城なんですよって、いわゆるね城だったんですよね。その城跡が今公園になってるっていう、あれになってるんで、これは上からのね、もう屋台が並んでたね、あのところの上の方から見下ろしてる感じですね。ね、まあ、今7時に寝過ぎたところですけど、まだまだね人の動きはね、屋台も終わりそうにない。つうか、まあ、8時までってね、あの言ってたので、うん、8時だったら一気にバーって屋台も終わってみんなも帰るんだろうなっていう、まあ、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、奥はね秋田市街がね、あの高い建物が、並んでおりますね、うん、ではではね、はい、そろそろ時間です。帰りましょう、ね、ここまでお付き合いいただいて皆さんありがとうございました。